皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。中学では小さい数から大きい数を引き算できると、こういうタイトルでお話しします。小学校には 3-5 で、5より小さい3から大きい5を引き算することはこれできませんでした。ところが中学校になると 3-5 この計算ができるようになります。なぜこんな差が生まれるかというと、小学校で負の数これを勉強しなかったから小学校の時はできなかった、でも中学校では負の数を勉強するからできるということですね。負の数というのはマイナスの符号がついた数です。小学校の数直線は0からプラスの方向だけに伸びていたと。ところが中学校になると0から正の方向、プラスの方向ですね、負の方向、マイナスの方向両方に伸びていると、こうなっているので 3-5 この計算ができる。計算するとこれはマイナス2ですよね。マイナス2になると、こういう計算ができるようになるわけです。で、負の数の説明として教科書ではほんの数行で説明しています。気温を使って0度 C より高い温度をプラス何度 C と、0度 C より低い温度をマイナス何度 C と、こんなふうに使うと、ね、0より大きいか小さいか、でもそのすぐ後に反対の性質を示す量というところが出てくるんですね。それを考えた場合、なんか0より大きい小さいだけだとちょっと物足りないということで、このマイナスの符号を一つの言葉で表すことができないかなって考えたんですね。そして思いついたのが反対方向という言葉です。まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、この反対方向という言葉を使ってマイナス、この記号に慣れてもらおうと思ったんですよ。で、このマイナスの反対方向ですけれど、ある基準を決めた時、このある基準を決めた時っていうのが後々大切になるんですけれど、ある基準を決めた時、その基準の反対の向きを表しているか、で量だったら多いか少ないかとか、ね、右と左とか、そういうことなんですけど、その反対の向きを表している、こういうふうに反対方向という言葉を使って説明することにしました。例えば気温0度 C より3度 C 高いのがプラス3度 C だったら、0度 C より5度 C 低い、高いと低い、これ反対方向だからマイナス5度 C だよと。2番は方向と、 A 地点を基準として A 地点から東へ3キロがプラス 3km、 A 地点から西へ 6km は東と西反対方向だからマイナス 6km だよと。お金もそうですね。5000円の利益がプラス5000円、3000円のなんとかマイナス3000円、プラスとマイナス反対方向だからこの言葉も反対で、利益の反対は損失だから3000円の損失、反対方向ですね、これがマイナス3000円だよと、このようになりますけれど、この部分で一番困るのは言葉を知らないお子さん。この場合は利益と、ね、損失とか黒字と赤字とかね、そういう言葉の組み合わせが出てくるので、ちょっと国風の力もここら辺では必要になってきますよね。それから気持ちです。プラス1000円あげる、ね、1000円こっちに来ると嬉しいですよね。でもマイナス1000円あげる、これ悲しいんですよ。だってプラス1000円入ってくる、マイナスがついたら出ていく、1000円出ていっちゃう、あ嬉しくない、悲しいですよね。このようにプラスとマイナスをこの言葉で遊びながら、感じてもらって、それから慣れてもらったところで、数の大小、それから正の数負の数の足し算引き算に入っていくようにしています。
皆さんも子どもたちがこの負の数になれるために何かいいアイデア、こういうのがあるよというものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。